はい、よろしくお願いします。というわけでエクササイズ編でございますね。実際に踏んでみようということで、まず踏んでいます。さっきのパターンを思い出すと、ドドンドパドンドドンドドパドド、いつも通り120で、やっていますね。一回りいきます。上は8ビート、したが、ですね、全然こうやないやんと思った人が多数だと思うんですけど、前の動画ちょっとですね、ちなみに再生リストをまとめようと今しておりますので少々お待ちください。足のですね、ダブル編のみの再生リストを作りますので、そこを見ていただきたいんですが、速くなったやつ動きが変わるんですよね。ダブルストロークっていうのは手も足もでございます。で、今回のこのダブルの場合はですね、フラットフットという状態に変わっていきますという感じなんですけど、本来だったらですね、このレッスン、生徒さんの進度状況に合わせていろんなアドバイスをするんですよね。なんで、こうやって一気にアドバイスしようとすると、またパニックって変な感じになっちゃうので、今からコツを全部バーッと言います。計10個あります。いきますよ。1個目、メモってくださいね。まずはゆっくり大きくしっかり床で動かす。今回の動きはこういう風になる。ドドンドウドドドンドドウドドンドドンドンドンドドンドドンドドンという風になります。この練習をまずは大きくしっかりやりましょう。そして次は膝の真下に重心を落とすイメージ。膝とですね、足首は基本的にこういう風に膝より前に出た方がいいんですが、このダブルをするときはですね、ちょっとですね、膝と足首が同じ位置ぐらいにある方が少しやりやすいです。そして重心を真下に落とすイメージにします。ちょっと早い時に踏みやすい。ちょっとスノッピーがうるさい。はい。でその次3番目、早い時はフラットフット状態になる。フラットフットというのは、床に対して平行に動くことということですね。こういうくねくねをしないで平行に動きます。このような状態になります。4つ目、シングルはヒールタップを使う。はい。で、ですね、ヒールアップ、これですね。ヒールダウン、これですね。ではなく、ヒールタップ。打った後にかかとがこのように、降りている状態です。完全につけていません。このような状態になります。オープンでも、どっちでもできるようにしておきましょう。なぜかというとですね、一撃目はですね、土踏まずで入る感じになるんですね。ゆっくりの時は特に。その、感情をつかむためにも基本動作はシングルを使います。はい、コンビネーションの時はですね。5つ目、クローズにした方が重心も安定するし、前の力で 1撃目の予備動作がしやすい。この双方の場合はクローズくっつけた方がやりやすいと思いますということになりますね。はい。6、かかとを下げきらない。さっきも言ったようにここまで下げてしまうと、不発に終わります。下げきらないでここでフラットフット状態をキープしましょう。こうしないということですね。違い出てます。これダメです。ここで止めてください。7つ目、足首力は入れない。さっきも言ったように足首の力は入れておりません。重心コントロールとかバネのコントロールで踏めるようにしましょう。8、ペダルを弾く動きでペダルから足を一瞬離す。前も何度もやってますが、この練習ですね。一瞬ペダルから離して2撃目をような感じになります。9番、膝、もっと言えば股関節までリバウンドを感じる。これはもうリバウンドコントロールの練習をしてください。4、小さく叩く練習をする。これは別動画で撮りますが、小さい音で叩く練習をですね、いろいろやっていきます。はい。またコン、いやコングラチュレーションじゃなくて、何言ってんだ私は。また別動画を撮ります。はい。というわけでこんな感じでですね、練習をしてみてください。はい。でゆっくりの動きでやるとこうなりますね。という感じになります。ですね、これがやっちゃいけないのは足首上げすぎですね。つまり足首がここまで上がるってことは足首の力使ってるんですよね。足首の力を使えばここまで上がります。ですが足首の力を使わなければ先ほどやった程度しか上がらないはずです。これぜひ自分で動画をですね撮ってチェックしてみてください。この次ですね、こっちの
ダブルの動画も撮るんですけども、その後にですね、またいっぱいエクササイズを取ろうと思います。その中でどんどんコツを掴んでいってもらえればなと思います。今回ひとまず動きの参考にと、先ほど言ったアドバイスをですね、メモっていろいろ確認しながらやってみてください。お疲れ様でした。